5月から、7月31日まではトマトを、はい、最初雇用するときに若い人を育てようっていうのあって若い人を探すのはあったんですけど、まあ、すぐ困ってる人もいるのかなと思って、多分海の仕事をやってた人ってみんな自分の家でやってるから定年もなく70になっても80になってもおばあさんたちが椅子に座って柿剥いたりホタテ剥いたりやってるけど、その人たちは今こう仕事なくなって仮設に入って逆に70歳80歳の人を雇用するっていうのはどこもやってないし、なんか必要かなと思って、今年の2ヶ月くらい前から知り合いが仮設にいるんで、その人に周りに声かけて農作業だけどしたい人どんどん来てって言ったら結構集まってきて、はい、それでそんな1ヶ月こうがっつり稼ぐっていう感じじゃなくて、そのこっちも忙しい時におばあさんたちに仕事してもらって、であっち側もそれを楽しみにまた来るからねって言って、なんかそういう関係が築けて、そのおばあさんたちのコミュニケーションの場にもなるし、なんかそれがすごいやってみてよかったんで、もっと続けて宣伝っていうか小野柏園の近況とかいろいろ南三陸のこととか自分が思ってることとか全部ホームページ上とかフェイスブックでこう書いてますんで、もしよかったらトマトを買わなくても見守っていただけるだけで頭の片隅に残ってもぜひ見てもらいたいです。よろしくお願いします。